トーテム。トーテムとは特定の集団や人物、部族や血縁、血統に宗教的に結びつけられた野生の動物や植物などの象徴のこと。20世紀におけるトーテムの重要な批判者に文化人類学者のクロード・レヴィ・コール・ストロースがいる。レヴィ・コール・ストロースはこれまで神秘主義的なまどろみとされていたトーテムを 一定の理論性を持った異性者による部族団結の装置と考えた。精神分析創設者のジークムント・フロイトは、トーテムとタブーという論文を表している。1609年に書かれたフランス語の歴史書には、トーテムに類似する意味を持つというアルゴンキン語族の言葉を話すノバスコシアのミクマク人もしくは、周辺の民族の言葉が記載されている。 英語の文献では1791年にイギリスで刊行された書物がの語の書質、厳密にはである。その本は1760年代に北米大陸のオブジワ人と交易したジェームズ・ロングという名の交易者の報告とて意図せず偶然に熊を殺してしまったオブジワ人のカリウドが自分のであるビーバーが怒ってしまったためもはや狩りをすることができなくなったとロングに言った話を 収録している。ロング自身は、この、守護精霊と誤解して報告したが、半世紀後には、オブジワ人のメソジスト派宣教師が、自身の編纂した辞書の中でより正確なニュアンス等を、西洋世界に伝え、その後、の子は、学術用語として用いられるようになった。なお、ロングが聞き取ったは、オジブー英語で、クラムを意味する、デューデム、と考えられている。また、 オジブー英語では、腹からを意味する。トーテムの定義については、口述するトーテミズムを論じる、論者ごと存在するのが現状である。フランス国立科学研究センターが提供する語集は、それが生まれ変わり、家族、部族、民族の表彰として機能する、具象物であって、動物や植物、場合によっては、その他のものという定義を与えている。 ブリタニカ百科事典オンライン版は、ある血縁集団や個人に互いに影響し合うと考えられ、当該集団や個人の表彰または象徴として機能するものという定義を与えている。同一のトーテムと関係を有する人間の集団をトーテム氏族という。トーテムがトーテム氏族の先祖であると考えられている場合には、各トーテムと先祖とを結びつけて考えない。 トーテミズ社会も多々存在することが判明している。そのトーテムをトーテム先祖と呼ぶことがある。トーテムを信仰の対象、基礎とし、崇拝する信仰形態を指してトーテミズム、トーテム信仰と呼ぶ。また、諸区のタブーにも結びついている。ただし、これは、ある一定のトーテム信仰である特徴に該当している、宗教形態すべてを指すのであって、一つの宗教。 または固有の宗派を指して用いられるのではない。トーテミズムは主に未開社会や古代文明に多く見られるが、発展を遂げた社会に身を置きながら、同族間の伝統、儀礼として、現代でもトーテミズムを継承している地域も存在する。また、アメリカのインディアン部族には、士族、クランを、狼や、亀、ザリガニといったトーテムで分けたものが多い。 またトーテムから生命を引用するものもあり、こうした習慣は大自然や超常現象から特別な力と加護を授かりたいと願うトーテミズムの一つだとも言える。日本の神道を含めた自然崇拝の信仰形態において、部族や血縁に対し生きる縁を与えるものとして、ライフインデックスあるいはライフトークンと呼ばれる自分と似たようなものが祝福あるいは生命を与えると、 考えられた。彼らは部族ごとに、石、光線、動物、植物と様々な形で表され、異なる世界から来るマナを共有していると考えられた。また、説明体系として、我々はの子孫であるというものがあるため、晴れの日にその動物を食べる、逆に食べない、といったタブーが存在する。港区マグスは、とても俗例と訳し、 日本にトーテミズムがあるとしたが、発表したものが、個人の守護霊であり、部族の守護霊ではないという批判があったため、トーテムと人名で、改めて論じ直しを物主は、明らかにヘビトーテムであり、三島の神池でのうなぎ鳥、祇園のう子こと、キュウリ、富士登山の際のこの城のタブーをトーテムとした。港区マグスによれば、起源は、諸説あるものの、またという妥当な説の、 まず A 説のような説明が発生し、後に B 説と説明し直されたとする。古代中国の陰王朝は、青銅器の生産と加工が盛んであり、遺跡からは動物を片切ったものが大量に出土した。これら鋳造の青銅器へ施された動物のモチーフや銅像は古代中国において、再生一致の神政治が行われていたことの裏付けだとされ、 世界で最も古いトーテミズムの一つである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。